東京ヤクルトスワローズ対この場面で打席には雄平が入ります。さあ得点圏には同着ランナー、ここはしっかりしのいでこのリードを保っていきたいですね。なるほど、そうですね。外れました、155キロ。外の球打った、取った、一塁アウト、これでスリーアウト。バッターは6番藤岡、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。真ん中打ちました、ライトライナー掴んで、これでツーアウトです。2番バッター西浦、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締め、変化球か、今日は見事な完封です。